弟三回全国キリスト神と大神牧会の記念写真、奥野は最前列左から二人目、奥野正擦那明治43年12月12日は日本の牧師。横浜バンドの中心的メンバーの一人、文語訳聖書の翻訳や日本賛美歌のために大きな貢献をした。1823年江戸幕府の下級武士である勝ち。 竹内五郎左衛門直道の三男として、江戸に生まれた。通称を銀三郎と言った。1827年に4歳で母を亡くし、その後ママ母が来た。1833年に、上野の寛永寺の中の春聖院の随身者になり、仏学をはじめ漢学、武術、音楽などを学んだ。1838年に昌平坂学問所に通い、 四書五教を二年間で習得して、試験に合格する。1847年に、林王寺宮五家史の大見守る奥の正中の養子になる。2、3年後に、林王寺宮に仕え、難度役にまで昇進する。林王寺宮一品寺政方針脳が、1867年に、林王寺門関を高原法神脳に譲る。奥野は、高原法神脳に仕える。 1868年5月15日に、上野戦争で、将棋隊が敗北し、林王子軍は、欧州へ逃走する。その際、家臣の奥野も同行する。林王子軍は、白石城で、奥上連れ一同盟の名手に迎えられる。欧州が新政府軍に制圧されると、林王子軍は、朝敵として、禁止を命じられる。奥野は、林王子軍の釈放を嘆願したが、聞き入れられず。 神仏に祈るも無駄であった。そして、明治維新に際して、林王子と離別した。奥野の女性の友人の小川義水1872年に、奥野の女性の友人、小川義水の誘いで、JC ヘボンの日本語教師になった。8ヶ月間ヘボンの助手として、和英語臨終生第2編の編集を手伝った。ヘボンが上海に出張すると、SR ブラウンを助けて、 1872年に始まった文語訳聖書の翻訳に際して協力者になった。1873年の夏にジェームズ・バラのペテイロの拒絶という説教を聞いた時に自分が主イエスを拒絶した後、主の眼差しに出会い激しく泣いた首都ペテロは自分のことであると感じて洗礼を受ける決心を固めた。そしてその年49歳で sr. ブラウンより洗礼を受けた。日本人では27人目であった。その後、ヘボンやジェームス・バラを助けて、三美歌の翻訳や編集に関係した。1873年2月より、小川と一緒に、日本で初めてのプロテスタント言動旅行を始めた。1877年10月、東京一致新学校に入学した会員を中心に、麹町協会を設立した。 11月3日に奥野が仮牧師に就任した。1878年に小川と一緒に安守礼を受けて一致教会教師になり、東京、大阪、横浜の教会を巻き返した。その年の5月に東京で行われた第3回全国キリスト教信と大神牧会に幹部の一人として参加する。1888年の 新鮮賛美歌の成立には大きく寄与した。晩年は巡回教師になって活動した。88歳で死去するまで3回にわたって日本各地で伝道旅行をした。日本キリスト教歴史大辞典825ページ。長老、改革教会来日宣教師辞典301ページ。ありがとうございます。